そしておそらく。なんてこった、イケメンすぎる。ナルセ君はナルシストです。俺の名前はナルセシスト、イケメン主人公だ。個人の意見です。この美しい俺の隣にふさわしいのはただ一人、コビさんだけなのだからな。しかし入学して9ヶ月、この俺に一言も話しかけてこないとは。そういうことなんだ。仕方ない。やあコビさん、何だったんだ、さっきのは。必要に古見さんに寄せつけまいという気概を感じたぞ。俺のファンか。あれは古見さん。よし、今は周りにファンがいない。チャンス。やあ古見さん。何なんだ、古見さんに話しかけようとしてんの。下心丸出しなの分かるのよ、ナルオ君。まずその整髪料でベタベタな髪から洗って出直そうね。ハゲ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 。その後もめげずに古見さんに声をかけようと頑張ったハゲ。やれやれ、ちょっとトイレで自分の顔を見て癒されない。おかしい、いつもならどんなに体調が悪くても自分の顔を見ればすぐに治ったのに。俺のこと好きか。いや、実はそうだったんですよ。何？何？どうすればよかったのかわからなかったコミさん。現実を受け止めきれず、初めからただの君と交換しようとしていたことにした。え？ただの君の友達が増えた。